こんにちは、ダイスです。今回はサマーイベントの私の場合はラスト一匹になったので、最後のねイベント大量発生のラストの一匹を探しに行こうと思います。残ったのがヨーギラスの色違いと今回出やすいカリスマの証の子が咲かせたらいいなということで、ヨーギラスを探しに行きます。いやー結構回りましたね。ちょっとねギリギリになっちゃったんですけど、ラス1になりました。実はヨーギラス3回目の今回でチャレンジになります。あの動画にできなかったんですけど、雪山でヨーギラス見やすいじゃないですか、下白だし。で探しに行ったら色違い全く出ず、気づかなかったのかなって思って見返したんですけど、動画全部撮ってたので全く出ず、すっごい悲しくて、でその後見やすいかなと思って、あの道路のねところですよ、草むらじゃなくて、ポケモンが見やすいので結構ねよくやるんですけど、場所は東三番エリア、ここでね探しに行ったんですよ、ちょうど出てくれたので。でここでも出ず、しかもあの段差があって上から見るみたいなやり方が取れたので本当に見やすかったのに全く出ず、ということで今回はね一番ヨーギラス苦戦すると思ってなかったんですけど、ラスト絶対に入手していきたいなと思います。はい、でまさかのヨーギラスが最後だったんですけど、皆さん大量発生イベントを全種類取ったよっていう方だったり、何体か取ったよっていう方、どれが一番苦戦したかぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。私の予想だとダンバルかなって思ってたんですけど、まさかのヨーギラスでちょっとね笑いましたね。まあ、そんなにヨーギラス甘くなかったですね。色違い本当に見やすいので、ヨーギラスってね結構早く見つかるんじゃないかって思ってたんですよ。かなり驚きました。ということで今回はね初心に帰って草むらで厳選をすることにしました。今まで雪山とか東三番エリアとか、あの草がなくてねポケモンが見やすいとこでやりすぎてたのかもしれないっていうことで今回のヨーギラス3回目なんでね草むらです。草むら厳選はねいいところといえば、特にない特にないんですけど、まあ、色はっきり分かる子だったらちょっとね細かめの草むらでも別にいいですし、体がね大きい子だったら全然構わないんですよね。まあ、ヨーギラスの場合色もまあはっきりはしてるから大丈夫かなっていうことで頑張って進めていきましょう。大量発生での色違い厳選なので、現在はね60匹レッツゴーで倒してるとこです。レッツゴーで60匹を倒すのは、右上にさらに少なくなってきたっていうアナウンスが出てからプラス10匹を倒すと60匹です。アナウンスのさらに少なくなってきたっていうのが出たら50匹倒したっていう合図なので、私の場合はそこからプラス14匹ぐらいやってます。あの本当に10数えてあったのかっていうのが不安なので、で今回はねこうやってね上で探せると思うんですよ。なので上からこうやってね見るのもありかなと思います。まあ、下の段で探すのが一番楽かもしれないんですけどね。で60匹倒したのでご飯食べましょう。ご飯食べたらもうひたすら探すっていう感じです。でご飯の前には必ずレポートを書いて、仮にね出なかった時に戻れるようにしておきましょう。まあ、過去2回があるのでレポートちゃんと書いといてよかったって思ってます。これねめちゃくちゃ大事です。そしてキュウリとピクルスと焼きベーコンにしようかな。焼きベーコン3つと秘伝のスパイス何でもいいので2種類、遭遇パワーの岩がつくレシピなんですけど、色違い岩、2つな岩、遭遇パワー岩で全部レベル3つくレシピです。遭遇パワーの地面だったかなにしたい時はハムスライス、スライスのねハムがあるんですけど、それにするとなるはず。そう、本当はデカデカとかねチビチビとかのレシピにしたかったんですけど、スーパースパイスとカラースパイスがマジで集まらず、今回はですね途中でなくなっちゃったんですよ。危ないよかった。そうなので遭遇パワーついてるレシピに最近はしてます。海流のねレートでね集まるかなって思ってたんですけど、カラースパイス集まり悪いし、スーパースパイスもねそんなに出なくて、私塩スパばっかり出てたんですよ。なので何でもいいレシピに今回はしちゃいました。これで出来上がり。
すっごい乗り方してるけどしっかりね何も落としてないので大丈夫です。はい、岩がね3つつくレシピですね。じゃあ進めていきましょう。本当にもしかしたらヨーギルスって出にくいポケモンになっているかもしれないのですけど、あ、上の段だとこっち出ちゃうね。下で連戦の方がいいのかな。色の見た目で言うと普通色の子がこの色、ちょっとね薄めの色で、パキッとした虫色みたいな感じなんですよあのヨーギラスの色の子って。なので多分ね見やすいはずだとは思います。多分あの黄緑に近い色っていうのかな、あのはっきりした緑色に近い方なんですよね。まあヨーギって緑色なんですけど、もともと色がねもうね結構の違いがあるので、多分上から見てもわかると思うんだよな。こんなね白っぽくないはず。あ、答え出てるの少ないね。上に出ちゃうか、下で厳選の方がいいかもね。これは下行きますか上から見れるかなって思ったんだけどな。しょうがないですね。ここで岩、あ、待って、止まっちゃった。こうたまになるんだけど、見て見て、宙に浮いてる。でも最近アプデ入ってから戻るようになりましたよね、こうやって。これねかなり嬉しい。よし、ありがとうございました、戻してくれて。じゃあここから始めていきましょう。走り抜けしてもいいかなと思ったんですけど、なんかピクニックでも行けそうですよね、これだったら。ピクニックかな。ちなみに今ね通常色の子しか出てないです。多分ピクニックなんだけど、ちょっと走り抜けて様子を確認します。どっちがいいかっていうの現地行かないとね分かんないんですよね、実は。うん、ピクニックかな。出てくる個体数もそんなに変わらないから大丈夫かもね。くるって見渡せるから、岩の方背もとっていうのかな、背にしてピクニック開いて閉じてやっていきたいと思います。多分そっちの方が早いかも。そこやってあのコツコツやってます結構ねコメントでどんな感じで探してるんですかって聞かれたので、今回はねやっている感じなんですけど、これをねひたすら30分頑張ってる感じです探してる方はね同じことやってると思うんですけど、人によってね多分やり方違うんですよね。これで位置がねちょっとね、これだとこっち寄りかな、右寄りの方が多分出るんじゃないかな、わかんないけど。全部が全部その大量発生の個体が出る位置っていうのがあればいいんですけど、ない時もあるので、良さそうな位置でピクニック開いて閉じてっていうね、なんかベスト位置を探しながら進めてますね。ぜひね今後のイベントとかでも多分イベントの大量発生って出てくると思うので、通常のね大量発生でも使えたりもするので、参考になれば嬉しいです。でちなみに今ちょっと長めにピクニック開いちゃってるんですけど、本当にねすぐ閉じて全然大丈夫です。疲れたっていう時は私こうやってます。ただピクニック開いてる時間も時間の経過はするので気をつけてください。で、ちょっとずつ待ってるとポッポッポッポって15匹ぐらいか湧きが出るんで、それをね確認していきます。で今のね画面上で出るはずなんだけど、下向けすぎるとねちょっと出が悪くなったりするんだよね。あー、やっぱ出が悪かったし、こっち側もいますね。やっぱりってなまってる。やっぱりこの辺かな、岩のあたりだね、真ん中多分ここだと思います。次回かはねここからやっていこうと思います。もうねさっき東3番エリアで2回やったんですよ、実は。1時間頑張ってきたばっかりなのでちょっと疲れてるんだけどここで頑張ろう。もう1回探してやってみたいと思います。出ないね。え、ほんと容疑ってそんな出にくいです？なんかスパスパ出る感じのイメージがするんですけど、スパスパ使ってないけど。あ、いた。結構分かりやすいですよね、色は。そう、これがいたら多分分かったと思うんですよ。雪の上でも道路の色の上でもだからね絶対出てないんだろうなっていう感じではいる。もしかしたら出てたかもしれないんですけど、見落としちゃってたかもしれないんですけど、これだけはっきり分かったらね多分分かると思うんだよね
あ、一発じゃ入んないか。でもまあダンバルよりは全然多分入ると思うので、逃げてクイックボールしよう。何匹になるんだろう。本当最終何匹集まるかっていうのと、今回ねカリスマのお菓子のヨーゲラスはまあ確かに欲しいんですけど、個人的にはもう3回目でめちゃくちゃ出なかったから色だけでもういいやってなってます。あの高望みをしすぎたから出なかった可能性があると思って、色の子がヨーギラスだとバンギラスにするし、どうしようかな。進化してる子みんな欲しいので3匹は欲しいですよね。3匹は欲しいな。ヨーギのままにしておくこと、バンギまで進化させること、1進化をさせるかどうかって悩むこと欲しい。あと岩と地面のテラスタイプどちらかになってるはずだから、岩テラスと地面テラスと1個ずつ欲しい。入らないね。しっぺ返し持ってるのか。でもダメージが入るやつないですね。自己ダメージ技持ってないのかもしれない。レベルが17でしょ。そう、レベルこのレベル以上じゃないと覚えないって技もね、大量発生だと覚えてたりもするから、何が入ってるか分かんないんですよね。あ、来た来た来た、よかった。危ない、とりあえず1匹確保です。やった前の2回見てないからめちゃくちゃ嬉しい。体を作るためサナギになる。そう、サナギラスもね色の子綺麗なので、サナギラスにもしたいから、これで3体でしょ。あ、残しておきたいから4体欲しいかもしれない。ちょっと頑張りますね。うわ、もうすぐ終わるのに欲しいって言ってた数の確保ができてないぞ。あ、なんで出ないんだろう。ちょっと待ちますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 あと5匹どっか出るはずなんだけどな。違うとこで出てるかな。ちょっとピクニックしよう。もうね時間がないのでサクサク出さなきゃいけない。本当はね15匹いるかなっていうのを数えてやるのがベストなんだけど、その後ね出る可能性、遅くて出る可能性もあるのでっていうのもあるんだけど、ちょっと無理だ、待ってられない、時間がない、1分切っちゃうわ。いないねいないな、どうしよう。1,2,3,4,5、こっち側に5匹いましたよね。ってことは多分10匹ぐらいしか今出てなくて、もしかしたら崖の上に出ちゃってるかな。そうーん、カメラ引いちゃったんだよね。もしかしたら途中で位置ずらしちゃったかも。あれは違うな、違うね、色の子じゃない。あ、なんか今出てた子がいたな、違うポケモンで、左の端っこの方にチラッと出てた子がいましたね。ああいうのがね出てるとね数が少なくなるんですよね。大丈夫、私これ間に合う。いなくない、ちょっと見つけられるかな。いないのだけど。1,2,3,4,5、コテコでしょ。6,7,8,9,10,11,12、あ、13、これそうじゃない、奥の子。うわ、よかったーいたこれで14、15だったね。うわー、さっきのまで待ってたら出てたのかな。ちょっとクイックボールちゃんと投げて一発で入ってくれるとは限らないけど、メスの子だ、メス18レベル。いやー、なんてそこまで回ったのに、急がないともう1回ぐらい行けるチャンスがあるはずなので行けるようにしよう。ちょっと待って、奥の方とか違うよね、違うね、黄色ですよね、お花の色がね、うん、黄色だったと思う。ピンクのお花の色の子だったら行こうかと思ったんだけど、他のポケモン入手難しいかな。そうだよね、岩でつけてるもんな今回。違うね、よし、大丈夫か。急げ急げ、いないいない、出てない、出てないし、なんか出てるっぽいけど色が多分違った。多分最後かな。さっきの子を入手した時に残りがね3分ぐらいだったんですよ。なのでもう最後だと思う。出ないね、
ともうちょいだと思うんですよね。いないなーね、1分45 3分だったんでちょっと時間使っちゃいましたね。一発入手じゃないから、あー間違っちゃった。待て、逃げるとかっていうのをねやっちゃうとまた時間ロスになっちゃうんだけど、削って入手するよりかはいいかなと思って、逃げてクイックってやってたんだけど、それでねだいたい30秒とか1分近くは持たれちゃうからしょうがないんですよ。もうでも3匹は入手できてるはず。あ、出たよかった。そう、全部入手した時の動画を編集する時にね使うか分かんないんですけど、これがねもう最後だと思う。1分ぐらいだから残り、一発で入ってくれたらもうちょっと進められるけど入んないんですよね、なぜか。なんでですかね、ドラゴンタイプって入りにくいのかな、すごいなんとなくなんですけど。でもダンバルってドラゴンじゃないよねヨーギラスってこんなに入らなかったっけってイメージなんですけど、まあでもタツベイもそんなに入ってないからな。いやでも個人的になんですが、タツベイの方が個体数取れると思わなかったです。ヨーギラスの方が数出てくるって勝手に思ってました。全然違いましたね。で一応これで4匹なので目標は達成です。もう時間終わっちゃうんでラストの子なんですけど、で色の子が入手ができたからもう色違いは OK と、で証はもうしょうがないっていうことにしようと思いますこんな出ないんだもんね。よし、はい、ということで終わりましたいやー、3カ所目でやっと4匹。今までのはね多分出てないですね。やっぱり今ちょっとね撮ってた動画確認してきたんですけど、なかったです。で岩と地面とどっちもテラスタイプは入手ができてるから良かったですね。あとはなんか持ってるか、お、人慣れだ。時々見る証、はい、時々だけだったけど、まあいいでしょう、今まで出なかったから。で今回ねヨーギラスは私4匹でダンバルも4匹だったんですよ。でサマイベの子結構入手ができてるので一番少ない方かな。それでもね4匹入手できたんで良かったということにしたいと思います。皆さんももしよければ参考になれば嬉しいです。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!